はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はプロスピコロシアムがスタートするということで、プロスピコロシアムの実践攻略の方をやっていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずプロスピコロシアムの基本的な攻略法をおさらいしていきます。コロシアムの事前攻略動画に関してはすでに上げているので、気になる方はこちらの方もご覧ください。ただ正直動画を行ったり来たりするのはめんどくさいと思いますので、簡潔にやるべきことをテロップでまとめます。テロップで今出ていると思いますが、要点はこんな感じとなっていますので、スクショをするなりしてしっかりと準備をしてから試合に挑むようにしましょう。結局は自走車のうまさが大事になってくるのかなと思います。ということでね、実践攻略の方をやっていきたいと思います。早速ね、行きたいと思います。狙い引っ張りヒットということで試合を消化します。で、このね、試合を消化し始めた時点でオーダーはまた1番に戻るまでね、変えられなくなるので注意です。ということでね、やっていきます。さあ、緊張しますね。まあ、で、あとね、あんまり自走車に自信がない方とかは、周りの結果を見てからやるのがいいかなと思います。さあ、ということで1打席目やっていきます。まあ、できるだけまあ自分の打てる球だけ打っていくのがいいかなと思います。 OK、まあ、こんな感じで、まあ、ゴロゴロよりは打球を上げてもらった方が全然ね、引っ張りヒットを成功する確率高いと思うので、まあ、できるだけ打球を上げるのも重要になってくるのかなと思います。で、まあ、打球を上げるためにはね、もうこの下から結構カーソルを持っていくと打球上がりやすいです。まあ、リアタイと違ってね、まあ、結構カーソル合わせるのに時間があるので、こんな感じで下から合わせていただくとこのようにね、打球が上がりやすいので、皆さんね、意識してみてください。さあ、とりあえず2の2ですね。ということで第3打席、こんな感じで、まあ、苦手な方はこう下からこうやって持っていけばいいと思います。こうすると結構打球がね、もう必ずと言っていいほど上がります。さあ、まあね、皆さんね、このイベントが始まるたびに、まあ皆さんね、最初は誰しも打率10割を目指したいと思うので、まあ、自分もね、しっかり目指していきたいと思います。目指すだけなら自由だと思うので OK。 カーソルをまあ下から入れるのはまあ大事なのかなと思います。まあ、リアタイはね、また違ってくるんですけど、コンピューターなんかここら辺構えてこう持っていくのもいいと思います。よし、完璧、かなりいい感じでございます。さあ、これは、あ、待って、これスラーブの松井選手だった気がする。違ったかな。あいつはもう惑わすために入れてる気がするので、そこだけはケアして、いやー、それあんま打ちたくないな。これマジで打ち損じしがちなので、きつい。あぶねー、めっちゃきつかったな今の外角低め。ということで1番バッターは10割でいけたかな。ということで2試合目やっていきます。さあ、しっかり打っていきます。アンダースローをどう打っていくか。よし、いや、あぶねー、意味がわからない。いやー、やった、やったわ、くっそ。よし、そうそう、連続でアウト取られないのも重要ですよね。 OK、 よし、 OK、よし、とりあえず今のところ1ミスですね。ということで第3試合目やっていきます。よし、ってことで打っていきます。涌井選手は比較的打ちやすい部類に入ると思うので、しっかり引っ張りヒット決めていきます。 OK、まあ、カーブは今外角だったんですけど、カーブは比較的引っ張りやすく、まあ、打ち損じも、まあでも大きいカーブじゃなければ打ち損じ少ないかなと思うので、自分は振っていってます。あー、やばい、引っ張れなかった、初引っ張れなかった。まあいいでしょう、ヒットなので。おー、待って、あぶねー、24度は引っ張りかな。 OK、 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 よし、第6打席、これ7打席回ってきますね、でかい。 OK、 よし、ってことで第7打席、いやー、いらんかった、今のは違う、今の振っちゃダメだ、ちょっと我慢できなかった。ということで第4試合やっていきます。あぶねー、ファーストライナーかと思った。いや、ちょっと初日は打率9割キープしたいですよね。ちょっと引っ張りヒットが一番簡単なはずなので、
まあ、センター方向、流し方向を狙った時ってどうしても打率下がると思うんですよ。皆さん覚えておきましょう。これは引っ張り判定なる？15度は引っ張り判定かな。あ、OK。よし、いいね。あ、やばい。うわー、待って、やったな。8割7分、ちょっと良くない。OK。まあ、とりあえずいいでしょう。まあ、そこまで大崩れはしてない。OK。抜けるでしょう。OK。よし、まあ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 。許せる範囲内です、今のところ。このまま行きたいと思います。ということで、第5試合の方をやっていきます。OK。やっぱ直球しか勝たんですね。よし。いや、カーブはありがたい。カーブ、まあ、でもでっかいカーブは逆に嫌ですけどね。いや、ダメ。スライダー。いや、今打っちゃいましたけど、できれば今のは打たない方がいいかなって思います。あれ結構ね、サードライナーになりがちなので。よし、直球投げてくれると本当に助かりますね。いや、ダメ、もうダメだ。今のとか振ってるとマジでいつか痛い目見るんで、もう自分に勝つですね、これは。いや、本当に良くない。あ、でも9割戻りましたね、打率。 OK。 よーし、耐えましたね。ちょっとタイミング狂ってたけど。はい、ということでラストかな、6試合目いきたいと思います。さあ、6試合目は鈴木大地選手でございます。さあ、意外とね、鈴木大地選手使ってるのは自分で、ね、まあ、ショートがいないってもそうなんですけど、リアタイで一時期使ってたので使い慣れてるっていう部分で結構使ってますね。普通は使わないと思うんですけど。あー、ちょっと微妙いな、今打ち行っていいか。あ、待って、引っ張り、あー、これ引っ張り判定されないな。まあ、引っ張りミスは2回目か。いや、まあでもいいでしょう。そこら辺はいいや。あー、やった。初ファーストライナーかな。 OK。 変化量大きいのはあんま打ちたくないですね。よし、連続アウトにならないのはいい感じ。よし、ってことで第4打席ちょっと5打席回してくれないかな。ここ結構大事ですね、もう1打席回すために。うわー、やった、やった、これ痛いぞ。うわー、待って、最後にやらかしたな。はい、ということで今日の操作は以上となります。まあ、最後の最後にね、2安打って結構やらかしたと思うんですけど、それでも58というスコアはそこまで悪くはないと思うので、引き続き明日以降も頑張っていきたいと思います。皆様もね、結構正面つくこととか、まあ、今回の自分みたいにあると思うんですけど、まあ、それでもね、あまりイライラせずにやることが一番勝つ秘訣だと思うので、まあ、しっかりね、頑張っていきましょう。ということで、この動画が良かった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。